今日は4月の16日の火曜日なんですけど、新登場の景品を大手でプレイして持ち込んだ時にどれぐらいの値段で売れるんだろうかというところで、やっていこうかなと思います。まずはルフィの、ログストーリーズ、ルフィ対アーロンですね。とりあえず差し幅かなり広いんですけど、まずはバー奥にアーム入れて動きを見ていきます。ちょっと動きが全然なかったので、一旦手前、真ん中ちょっと手前ぐらいですね、少し、奥気味に入れてみて、動き様子見てみたいと思います。最近奥重心なこともよくあるので、でこれは完全に、多分奥重心ですね。これは微妙なんですけど、一旦奥を左に振ってからの方がいい気がしますね。うわーマジかなんですけど、あーいいですけど倒れたけど、ということで初期位置からやります。かなり立ちやすいっていうのもあるみたいなんで、まず左アーム下降停止で左に立ててみようかなと思います。どうでしょうね、さっきと違って逆なんですけど、こっち側は立ちにくいか。じゃあやっぱり左寄せで立てるのが良さそうですね。それで手前を振らずに右に、あれ今度は立たなかった、ちょっと手前が、左側が奥に進んでいるので、このまま右寄せして、奥の背か、奥に、起こして倒せるならそれでって感じで右寄せしようと思いました。あ、いいですね、いい形で斜めに奥に立ちました。でそしたら右寄せで今度は左に倒せるといいんですけど、いい形で倒れてくれれば、あれそう倒れた、本当は立っちゃいましたね。ちょっと全然うまくいかないんですけど、左寄せで奥を右に回したいと思います。一度奥側両アーム入れたいんですけど、どうでしょうか。それで両アーム入ってちょっと重心がね、裏重心っぽいけど、あーやっぱりそうですね、奥が重心で裏重心なんでなかなか戻らないと。ちょっと右寄せしてどうなるかやってみますか。手前が軽いんであれば左寄せで手前を払ってもいいのかなと思います。もう一回左寄せしてみます。今度はちょっと手前を持ち上げて奥に釣れるか起こせるかしないかというところで、箱下ギリ届くので、それで奥にそっちか回せる形なので、ちょっと回せないかやってみます。このまま通るなんてことはないと思うんですけど、アームがギリ届くならどうかな、どういって手前にこれでハマるのかな。ハマりましたが、もう移動制限的に終わりかも。左側から右に触れるんなら奥乗せして継続できそうっていうところで、左寄せでこれで右に奥がまだ触れる可能性があるならいけるんですけど、もう無理かな、入らない、あ入った、ギリ入ったんですけど、重心側動き、あ動いた、まだいけます。で頭重心で裏重心っぽいっていうところで右に倒します。左アーム寄せて多分倒れやすいと思うんですよね。おー目悪か、バーの手前に入れてみますか。発光停止してるけど右爪で引っ張ってくれないかな。いやーもうちょっと、もう一度バー奥、バークロスぐらいで狙います。それでもう無理やり右に倒してほしいですけど、倒した。よし、オッケー。やっぱさっきのところで決めたかったっすね。あんまり奥に立つっていうのもなかなかないんで、久しぶりだとどこ狙っていいかとか忘れちゃったりして。あとは単純にずり上がれば終わりなんですけど、ちょっと重心側かなり重いですかね。動きが鈍いです。でも、いけたかな。怪しいけど大丈夫かな。押して落ちてほしいですね。重心側なんでいけるかな。いや、マジで無理か。
なんか押してもいけなそうなんですけど、手前にひっくり返せるかな。箱がそんな大きくないんで、手前でもいけるかも。知れない。あ、大丈夫かな、ギリギリ。もうすでにかなりやられてますけど。そろそろこれで落とせるといいなぁと思いますが、どうでしょうか。うわぁ、やばい、マジか。ここで粘られるか。左寄せ気味で、本体で押してみるってとこで、どうでしょうか。いや、入らないか。お、角に引っかかって沈んだんで、もうちょっとかなと。左寄せより右寄せをしてみようかと思いましたが、ここが限界ですね。右側の箱の奥はちょっと出っ張ってるんで、引っかかりがいいほど。おお、来ました。だいぶやられましたけど、なんとか取れました。ちょっとまだ買い取りの時間もう少しあるので、配当さんにも来てみました。こちらも4月16日登場の景品かなと思います。一応手前重心だと思うんですけどね。右寄せで左に立たないか試してみます。あれ、マジですか。ちょっと今の動きはやばすぎないですかね。奥側なら動くってことですか。ちょっと寄せが甘いですね。アームがでかいで、でかいので。あ、これは、ひどいやつだな。なんかここ前の、不死魚パパの時もこの台だったんですけど、横に UFO 10で横にも立たないし、随分パワー控えめですよね。立ち幅は不死魚パパの5割増しぐらいって感じですかね。とりあえずバーの奥ちょこっとだけ出てるんですけど、そこにアームを入れたいです。これ入ってますかね。入ってますね。なんかやっぱ奥入れると動きやすそうなんですけど。うん。で、まあ辛抱ですよね。もう、とりあえず左奥には隙間ができてるんで、徐々に動きが良くなってくるはずです。ですね。大きくなってきました。アームがでかいんで、あれですね、押さえがけはできないんですけど、とりあえずちょっと右寄せで、奥にアームを通して、動きを見たいなと思います。左奥沈むかどうか。全く動かないですね。ちょっとこれ動くんですかね。左寄せでバー奥に入るかな。これねじれ的にどうでしょうか。一応入ったんですけど、この横ハメが進むのかってところですね。うわ、あ、落ちたっすね。よかった、粘られなくて済みました。ということで、ちょっと持ち込んでみようかなと思います。もう行こうかと思ったんですけど、まだ時間ありそうだったんで、ちょっと神経費見つけたのでやっていこうかなと思いました。この長箱のラムちゃん、いや、全然開かなかった。あー、惜しい。もうちょっとでしょうね。ちょっと重心わかんないんですけど、ど真ん中、寄りぐらいかな。なんか頭重心な気配はあるんですけど、これで横に立てれれば熱いですね。あ、横に立ちました。真ん中奥寄りぐらいで立ったんで、まあ奥重心だと思うんで、一旦どうかな、手前振ってみて動くかですね。あとはまあ職位置的に入るか、手前にアームが抜けてるか。ダメだ、もうちょい奥ですね。手前寄りで入れてアームが入ってどう振れるか。裏重心予想なら倒れないで大きく振れてほしいですけど、いいですね。大丈夫そうかな。もう一回手前寄せで狙ってみます。いいですね。かなり動きいいですね。ちょっと怖いので、奥を左寄せで、ちょっと振ってみようかなと思います。うわ、止まっちゃったか。押しはあんまり強くないので、箱に当たんないように狙わないとダメかもしれないですね。これでやって、右にまだ倒れないでほしいんですよ。右奥の角が手前に出るまでは。ダメか。あ、めっちゃ転がっちゃった。まあ、重心側だとどうしても転がりやすいんでしょうがないですよね。でも今ので完全に奥が重心かなと思ったので、奥を右寄せして、いいとこ入ってれば左に倒せるんじゃないかなっていう。倒せたけどな。倒せたけど微妙なんで、どうでしょう。ちょっと奥持ってみて。
反動で、もっと奥の沈み深くなんないかなってのをやってみたいんですけど、重たい側、持ち上がるか。持ち上がるんですね、これ。しっかりパワー入ってるんで、あと右寄せでいいかな。これで、奥を振れればいいんですよね。まあ、重心側でこんなに動きがいいなら、いける。あ、すごい動きいいですね、本当に。もうあと寄せてスライドするだけでいけそうです。重心勘違いしてるってオチはあるのかな。でもさすがに奥が重そうでしたけど、どうでしょう、これでもういけそう。うわー、いけました。超有料台ですね。やり方、もうちょっと素直にやれば、もっと早く取れたかもしれないです。ということで、今度こそ持ち込んでいこうと思います。ということで、3つで1950円という買い取り価格でした。多分ちょっとカウントしないとは覚えてないんですけど、まあ4500円ぐらいかな、使ったと思うんですけど、まあ半分も、まあ、回収はできないという結果になりました。やっぱりワンピースとかの方はちょっと高いけど、まあ、リゼロとかテンスラとか、まあ、そっちの方のコンテンツだとちょっと弱くなるみたいです。買い取りの、まあ、終了時間がちょっと早いので、まあ、そんなにしょっちゅうできるかわかんないんですけど、また時々やってみたいかなと思っています。ご視聴ありがとうございました。